さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ、ボクシング&ボクシングでございます。さあ今回の放送ですが、今回は現地時間12月14日、モナコのモンテカルロにて行われる WBA 世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦、ムロジョン・アフマダリエフ対リカルド・エスピノさんの一戦について話をしていこうと思います。まあ、このスーパーバンタム級といえば、皆さんご存知の通り、頂点には、あの4団体統一チャンピオン、井上尚弥選手がいる階級ですよね。で、その井上選手はというと、ほんとつい先日、IBF と WBO の世界ランキング第1位、サム・グッドマンとの対戦を発表しています。で、その同じスーパーバンタム級の WBA ランキングで1位につけているのが、今回話をしていくムロジョン・アフマダリエフ。現在の戦績、13戦12勝 9KO 1敗。ウズベキスタン出身、29歳のサウスポーファイターですね。で、そのアフマダリエフが WBA 世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦としてメキシカンファイターのリカルド・エスピノサと激突すると。ちょっと一旦ここでこちらの動画を見ていただきたいんですが、イノヤ、It's time.Send me a location. Don't be scared. USA, Japan, anywhere, anytime, doesn't matter. I need my belt. I'm ready. Let's go, champ. Let's go, champ. これ今年の9月、井上選手が TJ ドヘニー戦に勝った直後にアフマダリエフがインスタグラムに投稿した動画ですよね。まあ、これを見たら分かる通り、アフマダリエフとしてはとにかく井上選手との対戦を望んでいる。まあここで言ってる井上選手が怖がってるとかっていうのはボクシング界によくあるちょっとした煽り方なんで全く気にしなくていいと思うんですけど、確かにこのアフマダリエフは WBA ランキングの1位で指名挑戦権を持っていますから、そういったステータス的にも井上選手に挑戦して叱るべきポジションにいるファイターですよね。それどころか元々はスーパーバンタム級において井上選手の最大の脅威になり得るとさえ言われていたくらいですから、未だに世間的にも井上尚弥対ムロジョン・アフマダリエフというカードを楽しみにしているファンは多いと。本当は暫定王座決定戦なんかじゃなくて、正規チャンピオンの井上選手に挑戦できるのが理想なんですよ。だとは言ってもこの井上選手の体はどうしたって一つしかありませんから、一人の選手が4団体も統一してると中には順番待ちしなきゃいけない選手が出てきてしまう。でもこれこそがこの一人の選手が4つ全てのタイトルを保持している時に生まれてくるボクシング界の避けて通れないシステム的な弊害なんですね。一応簡単に説明しておくと、ボクシングには WBA、WBC、IBF、そして WBO という公式にチャンピオンの椅子を用意している団体が4つあります。まあ、厳密にはマイナー団体も合わせれば4つ以上あるんですけど、あくまで世間、そして業界に認められている主要なメジャー団体としてという意味で4つあるということですね。で、体重別に分けられたそれぞれの階級にこの各4つチャンピオンの椅子が設けられていると。でも各団体チャンピオンの証であるベルトのデザインも違っていて、 WBA だったらクラシックなブラック&ゴールドのベルトだし、 WBC はビジュアル人気ナンバーワンのグリーンベルトで、後発団体の IBF は赤、 WBO が茶色となっています。で、井上選手はたった一人でこれら4本のベルト全てを統一しており、この4団体王座統一という大偉業こそが階級最強の証明となるわけです。で、この4団体統一チャンピオンになるところまではいいんですけど、この各4団体にはそれぞれ当然ながら世界ランキングというものが存在し、そのランキングの最上位ランカー、いや基本的には1位の選手ということですね。この1位の選手は定期的に必ずチャンピオンに挑戦できるということになってるんですね。これがいわゆる指名挑戦者と呼ばれる特別なチャレンジャーですよ。この指名挑戦者制度がないと、チャンピオンの選手が悪く言っちゃえば自分の勝てそうな相手とか、あるいはビジネス的にお金になりそうな人気選手としか戦わないみたいなことが起こり得てしまう。いや、ボクシングって人気とか知名度はないけど実はめっちゃ強いみたいな選手いるじゃないですか。そういう選手たちにもなるべく平等にチャンスを与えるため、どんな選手であろうとちゃんと勝ち続けて
どこかの団体の世界ランキング最上位にこれさえすれば必ずタイトル挑戦のチャンスが与えられますよっていう、競技制のためにこの道筋は必ず残しておく必要がありますよね。当然逆にこれがあるからこそ、チャンピオン目線から見た時、チャンピオンの選手は一定の頻度で最上位ランカー、すなわち団体が認めた強い挑戦者とやらなきゃいけない。こうすることによってチャンピオンというステータスの価値を維持することにもつながっていると。これどのぐらいの頻度で指名戦をしなきゃダメですよっていう期間は、9ヶ月に1回とか1年に1回とか各団体で若干違うんですけど、これに至ってはしょっちゅう特例もあるし、ざっくりだいたい1年に1回くらいで覚えておけばいいんではないかなと思います。で、もしチャンピオンがこの指名挑戦試合を避けた場合、持っている王座を剥奪され、代わりにランキングの最上位者2名で王座決定戦を行って、その王座決定戦で勝った方が新たなチャンピオンになると、だいたいこんな感じのシステムになってるんですね。で、井上選手の場合は先ほども申し上げたよう、たった一人でこの4団体全ての王座を統一しています。で、加えてボクシングというスポーツはダメージを与え合うという競技の性質上、野球とかサッカーみたいに年間何十試合もはできない。で、個人競技なんで自分の穴を埋めてくれる人なんていないし、深刻な怪我をすれば当然試合もできなくなる。こういった点からだいたい世界チャンピオン級の選手になると年間平均 2,3 試合くらいしかできないんですよ。で、そうなれば当然この各4団体の指名戦を全部1年以内にこなすのは難しくなってきますよね。でも工業的ビジネス的なことを考え、指名挑戦試合ではないいわゆる選択試合をすることもありますし、なんでそもそもこの4本のベルトを1人の選手がずっとキープしておくっていうのにはどうしても無理があるんです。だからこそ負けてはないけど王座を手放すチャンピオンはいるし、実はベルトを持っている選手が一番強いわけではないみたいな状況も場合によっては生まれかねないと、そういうのがあるから表向きのレコードとか肩書きだけで選手の強さを判断することができないわけですよね。この辺がどうしてもボクシングのややこしいところだと僕も思ってるんで、なんでこの YouTube チャンネルとかでできるだけわかりやすく、できるだけ多くの方に伝わるよう説明できたらいいなと普段から心がけております。で、ちなみにこの現在4つのタイトルを統一している井上選手ですが、4団体統一後、今年5月に戦ったルイス・ネリは当時の WBC1 位なんで、 WBC という団体における指名挑戦者でしたし、この12月にあるサム・グッドマンは IBF と WBO の2団体で1位にランクされている2団体の指名挑戦者なんで、ちゃんとできる範囲で指名戦の義務を果たしているんです。決してアフマダレエフから逃げているわけじゃないし、井上選手本人もいずれはアフマダレエフともやると明言していますよね。ただアフマダレエフ目線から見れば、この井上選手がドヘニーやグッドマンとやってる間タイトル挑戦できないんで、待機しとかざるを得ない。で、井上選手に自分の存在をアピールするという意味も込めて、お前俺から逃げてるんだろみたいな、そういう世間を賑わすような煽り方をしていると。で、これ当たり前ですけど、このアフマダレエフ本人だって、あとちょこちょこ井上選手のことをついてくるアフマダレエフのプロモーターエディ・ハーンだって、心の底から井上選手が逃げてるなんて思ってないと思います。もちろん早く挑戦したいという気持ちは本当だと思いますが、だからといって井上選手の体は一つしかなくて時間に限りがあることも分かってるわけですよね。その上であえてファンの注目を引き、その先の大きな興行ビジネスにつなげるため、ああいう戦略的な煽りアクションを取ることもある。ただ煽るのは自由だと思いますけど、そもそも論アフマダレエフがタパレスに負けてさえいなきゃ、井上選手がフルトンでやった後その次の試合で4団体統一戦ができていたんですよ。このタパレスに負けて王座陥落してしまったせいでまだ井上選手とできていないわけで、そこに井上選手の責任は1ミリもありません。時系列で言えば、井上選手がバンタム級の WBSS トーナメント決勝戦でドネアに判定勝利したのと同じくらいの時期に、アフマダリエフはダニエル・ローマンを下してスーパーバンタム級の世界チャンピオンになっているんですね。で、そこから約3年ちゃんと防衛戦にも成功し続けて、ずっと井上選手がスーパーバンタム級に上がった時対戦が楽しみな選手と言われていたのに、いざ井上選手がスーパーバンタム級に上げてもう対決も目前というところでタパレスに負けちゃうわけですよ。で、結果このアフマダレエフに勝ったタパレスと
フルトンに勝った井上選手が4団体統一をかけて戦ったという経緯もあります。でもこの井上選手対アフマダレエフっていうのは、アフマダレエフがタイトルを取ってから約3年間熟成に熟成を重ねた頂上決戦ストーリーになるはずだったのに、まあ、こういうたった一度の負けというのが全てのプランを狂わしてしまうというのもボクシングのリアルさですよね。まあ、この理想的な流れにならなかったのは一つ残念だったなと。じゃあ最近井上選手のプロモーターであるトップランク者代表のボブアラムは、来年2025年の4月頃をめどに久しぶりにアメリカで井上選手の試合を組みたいと明言しています。でさらにアフマダリエフの陣営に対し、4月の試合に向けた交渉を我々と始めるべきなんじゃないかみたいな発言もしていると。ということはまずちゃんと12月井上選手がグッドマンに勝ち、でアフマダリエフが今回のエスピノさんに勝ち、その上で2人とも大きな怪我なく来年の春を迎えられた場合、井上選手がアメリカでやる試合の相手はアフマダリエフになる可能性が高い、こう考えるのが自然ですよね。でも4月まで待てばアフマダレエフは井上選手とやれそうな状況ではあるんですけど、その前に1試合挟んでおこうと。その挟んでおく1試合が今回 WBA 暫定王座の決定戦になったということなんです。去年2023年の12月に行われたアフマダレエフ対ケビン・ゴンサレスの試合が WBA の指名挑戦者決定戦だったんですが、そこでゴンサレスに勝って指名挑戦権をゲットしてからもう間もなく1年が経とうとしている。で今年の9月、井上選手がドヘニーとやる直前くらいに、WBA が井上選手に対し、この指名挑戦者、アフマダレエフとやりなさいと、オーダーも出していましたよね。じゃあどうしてもタイミングが合わず、アフマダレエフが順番待ち状態になっている。でその状況に対する救済措置としての、この暫定王座決定戦ですよね。まあ、WBA としては、タイトル待ち承認料をいっぱいくれる人気ファイター井上選手にチャンピオンでいてもらいたい。このタイトルマッチ承認料というのは、このタイトルマッチを行う場合、そのタイトルマッチで稼ぎ出すファイトマネーの一部を団体に支払わなきゃいけないという制度ですね。なんでよりお金を稼ぐ人気選手がチャンピオンでいてくれる方が団体的には美味しいんです。だとはいえ、やっぱり1位のアフマダレエフの立場も考慮してあげないといけない。そこで井上選手のタイトルを剥奪するのではなく、井上選手のタイトルはキープしたままアフマダレエフに暫定チャンピオンになるチャンスを与え、でゆくゆくはこの正規チャンピオン井上選手と暫定チャンピオンアフマダレエフで直接対決をして本物のチャンピオンを決めましょうねと、こういう流れを作ったわけです。なんで大きなトラブルがない限り、12月の試合で2人とも勝てれば4月頃には直接対決が控えている、こう見て間違いなさそうですよね。まあ、とはいってもボクシングって本当に予定がコロコロ変わる競技なんで、あんまり信用はしきらない程度に聞き流しておけばいいと思います。でもこの暫定王座決定戦についてはいろんなご意見あると思うんですけど、確かにアフマダレエフもかなり長いことタイトル挑戦への順番待ちをしているわけだし、このタイミングで暫定王座決定戦を設けるのは全然理解はできる。もちろん前提としてあんまり王座を増やしすぎてほしくはないんですけど、ケースバイケースで暫定王座を認めるフレキシビリティみたいなものも必要なんではないかなと。僕の中での問題はそこではなくて、そのアフマダレエフの相手が今現時点で WBA ランキング13位のリカルド・エスピノサっていう点、ここに違和感を感じるわけです。 WBA の2位にはラモン・カルデナスがいるし、3位のエライジャ・ピアスとか、普通にこの辺は強くてアフマダレエフとの試合も見てみたいですからね。でそこすっ飛ばしてなぜか13位のリカルド・エスピノサを選ぶっていうあたりに、なるべくリスクなくアフマダレエフを勝たせてあげたいなみたいな、そういう思惑を感じてしまう。暫定王座決定戦にしたのはアフマダレエフのための救済措置という形で理解ができるんですけど、そこでランキング2位とか3位の選手は無視して13位の選手を引っ張り出してくるってことになったら、ちょっと状況がいびつになってしまう。それが僕の受けた印象ですかね。もしかしたらそういう選手にも上から全部オファーを出して断られてしまったとか、何かしら僕の知らない理由があるのかもですけど、でもこの上から順番に13位まで全部断られたっていうのは正直考えづらいです。せめて今 WBA の5位にランクされているタパレスと再戦してやるくらいの気概は見せてほしいなと思っちゃうんですけど、この辺は皆さんどう思ってるんですかね。ただ一応言っておきたいのは、エスピノサもエスピノサで結構強い選手ではあるんです。
まあ、いわゆる非常に打たれ強く、そして気持ちも強いタフなメキシカンファイターですよ。現在の戦績34戦30勝25 KO 4敗。30勝中 25KO ですから、倒す力もありますよね。で、この過去喫している4つの黒星のうち2つは、割とキャリア初期の方に喫したものですが、その後キャリア後期で、ジョン・リエル・カシメロとダニエル・ローマンに負けています。強いは強いんですけど、カシメロとかローマンみたいな王者クラスの選手には負けているし、逆にアフマダリエフはローマンに勝ってますからね。そういった過去の実績的にも、アフマダリエフの方が有利と見られるのが自然なマッチアップ。だこういう時に気抜いてるとやばいっていうのもあるんで、それがボクシングの怖いところでもある。このエスピノサは本当にタフで、打たれても打たれてもしつこく攻め続けられる選手だし、現在は5連勝中と波に乗ってるんで、まあっちのペースに巻き込まれてしまうと、アフマダリエフといえど苦しい試合になる可能性はある。だまあそういった諸々の点を踏まえても、ここはやっぱりね、アフマダリエフが勝たなきゃいけない試合でしょと僕は思っちゃいます。ちなみにボクシングのオンラインベッティングが楽しめるステークの方では、今まだこの録音現時点ではオッズが出ていませんね。ただこの間話した井上選手対グッドマンの試合のオッズを発表されていて、これは井上選手の勝利が 1.05 倍、で、グッドマンの勝利が 8.4 倍です。がっつり離れた数字ではありますが、両者の経歴を考えたら、これくらいが妥当なオッズでしょうね。で多分このアフマダリエフ対エスピノサの試合もだいぶ差のあるオッズにはなると思います。でちょっとここでこのステークについて一点重要なお知らせがあるんですけど、実は来年2025年の1月1日までに皆様それぞれが持っているステークアカウントの本人確認レベルをレベル2まで上げておかないと今後一切の入金やベッティングができなくなってしまうそうなんです。これアカウントの設定画面から本人確認カテゴリーのところに行き、名前とか住所の入力と、あとは身分証の写真をアップロードするだけなんで、僕もやったことありますが、全然難しくありませんでした。なんでこちらまだできていない方は、年末12月31日までに本人確認レベルをレベル2まで上げておくこと、こちらお忘れのないようお願いいたします。いつも通り、初回のベット約7500円までが完全ノーリスクになる50ドルファーストベットボーナスのクーポンコードも概要欄に貼っておくんで、この本人確認レベルをレベル2まで上げる、50ドルファーストベットボーナスのクーポンもゲットする。この2点を踏まえた上で、ステークでのボクシングベッティングをお楽しみいただければと思います。さあということで、このあたりでそろそろ僕の勝敗予想もシェアしていこうと思いますが、今回の僕の個人的な勝敗予想は、ムロジョン・アフマダリエフの6から8ラウンドくらいでの KO 勝利としておこうと思います。プロモーター的にも、WBA 的にも、やっぱりここは井上尚弥対アフマダリエフの試合を実現したいわけで、ここでアフマダリエフが負けるようなマッチメイクはしてこないと思うんですよね。で、ここは順当にアフマダリエフ勝利予想と。まあ、舐めてるとやばいよっていう相手ではあるんですけど、アフマダリエフの場合、一回タパレスに負けて、目前まで迫っていた井上尚弥戦を逃した過去がありますから、ここで同じ鉄を踏むことはさすがにないんではないかなと信じています。なんで敗戦を学びとして、しっかりグッドコンディションを仕上げたアフマダリエフが明確な形での完勝、あるいは圧勝と呼べるような試合を見せてくれるんではないかなと。エスピノサのスタイル的に結構ガチャガチャの接近戦に付き合わされてしまう可能性はありますが、そうなったとしてもアフマダリエフの方がフィジカルが強いし、あとアフマダリエフのステップワークスキルがあれば、エスピノサのプレッシャーは十分さばけるんではないかなとも思うんですよね。で、エスピノサはアグレッシブな分かなりパンチをもらえますし、まあ、中盤か後半、カシメロよりは早いラウンドでアフマダリエフが倒しきると予想しておきます。まあ、でも場合によっては、アフマダリエフがベラスケスと戦った時みたいな展開で、意外と粘られて判定決着みたいなのはあるかもしれませんが、まあ、どちらにせよアフマダリエフの勝利は固いと見ております。ただいつでもボクシングは何が起こるかわからない。ここでまさかの番狂わせが起きて、エスピノサが井上選手をやるなんていうまさかの展開になったりして、エスピノサはエスピノサでもフェザー級のエスピノサじゃないんかいっていう、さすがにそれはないと思いますけどね。このアフマダリエフの試合が12月14日、そして井上選手対グッドマンの試合が12月24日と、
10日しか違わないわけですが、果たして無事2人とも勝って来年4月の直接対決を実現させることはできるのか。でも勝ちは勝ちでもどんな勝ち方をするのか、ここも大切になってきますから、どっちの試合もちゃんと見ましょうね。このアフマダリエフ対エスピノサの試合はおそらく日本からでもダゾーンで見られる興行のはずなんで、ぜひぜひ要チェックでお願いいたします。ということで今回の放送はこの辺りで終わりにしていければと思いますが、今回話をしてきた WBA 世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦、ムロジョン・アフマダリエフ対リカルド・エスピノサの一戦について、皆様それぞれの勝敗予想や展開予想もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければ Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録やいいね、スーパーサンクスもしていただけると幸いです。ステークでボクシングベッティングをする場合、概要欄のクーポンコードを使って50ドル分のファーストベットボーナスをゲットするのもお忘れなく。あと本人確認レベルをレベル2まで上げるのもお忘れのないようご注意くださいね。ではまた次回の放送でお会いしましょう。